おはようございます。釣り子 TV です。動画なんかでもね、いろいろ情報が出ていて、いよいよ出るんじゃないかと気になっていたデプスの新しいワーム、バックスライド系のワームですね。リバースクロー 4.3 インチがですね、いよいよ発売になりましたよ。これね、こういった脳シンカーで使う系のワームだと、去年はカバースキャットってね、何みたいな形のね、なかなかね、実際にね、夏の時期に使ってよーく釣れたなんて記憶があるんですけども、それとはまた違った感じのバックスライドアクションで使うタイプのワームっていうことで、リバースクロー、出てきましたね。一つね、このね、大好きなスカッパノンから手に入れることができたので、早速ね、どんな感じのワームか見ていきたいと思います。このデザインなんかはね、今までと違ってこうカタカナで分かりやすくバックスライドアクションね、びっくりマークみたいな感じで書いてあるので、なんかここら辺がちょっとね、雰囲気が今までちょっと違うななんていう風に感じますが、じゃあね、早速開封。いやー、こんな感じの、あ、ちょっと汚く開いちゃいましたが、はい。独特なちょっとね、エビっぽいというかね、なんかそんな感じの匂いがしますね。はい、お、こんな感じ。リバースクロー、動画とかね、ルアーニュースの動画とかで見ていたのと、だいぶね、初見のイメージで、こうなんだって思ったのが、ものすごいね、ここのテールが薄いね。で、この薄さが同じまま後ろの方に行って、で、多分これ肝となるんでしょうね。ここに太いね、水を受けるようなちょっと太い箇所があるんですけども、そこのこのエッジのところに行くまでこう指なんか今どうだろう、透けて見えるんじゃないですかね。非常に薄いですね。こういったテール、これテールなのかな、でもこっち側から針を刺すってことだからテールではないのかな。で、ボディはこういう感じ。これこんもりしてる面と平たい面ね、こっちが平たい面で、こっちがね、こんもりとしたかまぼこのような、面になっております。はあ、なるほど。で、ここのね、後ろのところにはデプスってね、刻印があるんですけども、で、スカッパのね、シルエットはっきりくっきり出そうで大好きだっていうことで、スカッパのから選んでみたんですけども、へえ。でね、ボディはね、かなりギュッとしてる、張りのあるね、感じですね。もうね、結構ね、固めっていうか、ここの部分が多分柔らかく作っちゃうと、バックスライド系ということでカバーの奥の奥に入れていくワームだと思うので、柔らかいとこう針先せっかく綺麗に隠してもね、プリッとかいって、ボディが柔らかいことによって、針先が露出して、で、不用意にそのブッシュの小さな枝とかね、その他根がかりの要因になるところに引っかかっちゃいがちになると思うので、ここはね、ちょっとね、ほんと張りのある感じで、綺麗に多分オフセットでね、セッティング出したら、スパパパパーンなんてこうね、スキッピングでオーバーハングの下とかに、入れ込んでいっても多分ずれづらいっていうのをイメージされてるんじゃないかな。結構固めのね、ボディですね。でも素材はいつもながらのデプスのね、魚がもぐもぐする素材だと思いますので、これはね、で、サイズ感も絶妙なね、4.3 インチっていうことで使いやすいんじゃないかななんて思います。ここら辺がね、例えば小さめのね、3.8 インチとか 3.3 インチとかから出たとすると、こういうのってね、ぶっ飛んでなんぼですからね、本当おかっぱりでもボートでも遠距離からオーバーハングの下もしくは対岸のえぐれとかにね届かせたいですからね、あんまり軽いとね、なかなか入れたいとこにも入れづらくなってきちゃうのかななんていうふうに思うと、こんな感じのボディがいいんじゃないかな、ね。でここファクトリーロックされてますね。でここがね後ろのテールの先端がつながっている、まあこっちが後ろじゃないテールじゃないってのはそら、何度もね動画とかでおっしゃってたんで、まあ、こっちが前側になるんですよね。でこっから針を刺してこう入れ込んでいく、こうビラ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 ーと入れ込んでいく。で、これで沈んだらちょんちょんって、まあ、ザリガニの、逃走アクションみたいなのも演出できるなんていうふうに書いてありましたが、ここをねファクトリーロックを外すと後ろがビラ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 ーとなってね、でこの薄いテールと先端のこの場所が相まって非常に魅力的なアクションを出してくれるんではないかな、まあそういう感じでね、ちょっとねテプスラはここに説明書きとかがいっぱい書いてあるわけではないので、ホームページですね、これもう日本ね正式リリースね間もなくだよなんていう感じでテプスのメンバーとかだとこうメールが届いたりしますので、それでねPC サイトに飛ぶことができまして、で PC サイトに飛ぶと細かいね情報がすぐに見れるね、こういったことになってますので、でどうだろう、いっぱいねいろいろね肝が書いてありますね。ちょっとね、見ていきたいと思いますよ。跳ねるバックスライダーってことで、水上からはアプローチできないカバーのえぐれや奥に潜むバスへバックスライドフォールでアプローチを可能にする。リバースクローは延々と奥へ滑り込むのではなく、狙いすましたバックスライドアングルで手返しよくポイントへアプローチすることができ、効率的に打ち続けることを可能にしてくれます。レイダウン、オーバーハング、ベジテーションなどあらゆるカバーへ侵入させることができる。リバースクローはボート、おかっぱりを問わずタックルボックスに必ず入れておきたいワームです。でボディフォルムについて書いてあります。バックスライドフォールやカバーのすり抜けへの抵抗になる無駄なパーツが排除されたシンプルなボディはソルト浮遊率 25% の高比重マテリアル、約 12.7g だそうです。によりキャスタビリティが高く、対岸のカバーにもバックスライドを可能にしてくれ、おかっぱりの心強いアイテムとなってくれます。また甲殻類成分が添加され、味と匂いでアピールしてくれますということで、フックセッティングについて、オフセットフックの50番推奨、ボディフラット面を下方向にセットすることでゆらゆらとバックスライドフォールを見せます。入り組んだカバーへはナローフックをセットすることでカバーに干渉しづらくなり、ストレスなく奥へ滑り込ますことができます。フックメーカーにより個体差があるためバックスライドアングルに影響しますので、状況に合わせてセレクトしてください。でアームについて書いてありますね。アーム先端に設けられたリブは、ノーシンカーでも確実に水をつかみ生めかしくアームを揺らめかせますということで、アクションスローに攻略できるノーシンカーのバックスライドフォール、ファーストフォールで反応しなかった場合でもロッド、しゃくり、甲殻類が逃走するようなダートアクションでリアクションバイトを誘い、再びバックスライドフォールでカバーへと滑り込ませれば、高確率でバイトを誘発します。特にザリガニやエビが生息するエリアではダートアクションは必須メソッドですということで、カラーバリエーションなんかも書いてありまして、まあ、このスカッパーも手に入れることができたんですけども、ブラック&ブルーなんかもねシルエットくっきりはっきりさせたい時は欲しいなあ。でかすみジンゴロームね、こういったカラーもあるんだな。結構ねこうねデプスのホームページ見ると非常に分かりやすい、ね、説明が書いてあるんで、ね、こう買って気になるワームとかあったらねいろいろ読んでいくとですね、そういう使い方なんだってね改めて分かることがありますので、して見てみるといいかと思います。でやっぱりねこっち側が頭ですね、こっち側ね。でこっちから針を刺して、で50番ね結構ねやっぱね大きめの針で使うことを想定してるんだよってことで書いてありましたので、でそのカバーの具合によってワイドギャップなのかナローゲームなのか、そこら辺を、ね、自分で当たり針を見つけてね、ジャストなやつを探してみてくださいなんていうふうに書いてありますけども、そこら辺もね動画なんかでね、出てきたらこのプロの人はこれを使ってんだよとかね、いろいろね情報出てくるかもしれないので、今年注目ですね。というわけでこう入っていくんですね。でピッピッってねこう当たりがなかったら引っ張ってやることによって、ザリガニが逃走するような甲殻類が逃走するようなアクション、そしてまたゆらゆらゆらピッピッゆらゆらゆらピッピッゆらゆらゆらってね、こういった、やつで誘っていくということみたいですね。でまあねこの形なんでね、そういう使い方はしないでくださいなんてね動画の方でもおっしゃってましたけども、ちょっとしたねラバージグのトレーラーでもこれは使ってみたいですよね。この感じなんで、ここのヒダヒダはねスイミングさせたらめちゃくちゃアピールしてくれそうだし、このずんぐりむっくりとしたボディはねなんだろうでラバージグにつけたらそのキーパーの保持も良さそうだし、グッグッとね水も押してくれそうだしっていうことで、まあ基本の使い方もしながらね是非ですね、ちょっと自分なんかはジグストの釣りのトレーラーでこのビラビラした感じのねこれを生かしてファンファンファンってほんとねここがね柔らかくてねチリ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 って動いてくれそうなんですよね。なんか止めといても自発的に動いてくれてね活躍してくれそうだし、泳がしても良さそうだし、で本来のねバックスライドでも使えそうだしっていうことで、何してもサイズ感がねほんと具合いいかな、自分大好きな感じのサイズ感なんで 4.3 インチっていうことなんで、まあねこれサイズ展開なんかも気になりますよね。まあ関東に向けてはなんか小さいサイズな方とかね結構いろいろ使えちゃいそうだし、大きいサイズが出たら出たでねまたねさらにコンとね遠くに飛ばせるワームになるんじゃないかなということで、今後の展開が非常に楽しみであります。というわけで本日の釣り子 TV ね、2019年新発売のリバースクロー 4.3 インチスカッパノンからね、これを買ってきてみたよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。